こんにちは。今日ガールズデーって聞いてすみません。2人3人の子、なんか年齢からするとね、多分私がいっぱい役割を引き受けているので、もう今会場満員くらいになってます。ちょっとね、昭和の懐かしい歌を、私なりにやってみたいと思います。去年が初めてで、今回2回目こちら来させていただいて、去年から去年ここに来る時に、どんな形っていうのこのサックスを吹いて歌うっていう、ね、のを始めました。1年経ってもまだまだ初心者なんですけど、何かあればまた一緒にできたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、いつもの二人は
コロッケの曲って言われたんだけど、あれはコロッケさんがモノマネした曲で、もともとは岩崎宏美さんという人の曲でした。はい、また機会があったら聴いてみてください。じゃあちょっと欲張りで申し訳ない、もう一つちょっと言ってあるんだけども、今のシーズン、これから暑い夏にぴったりの曲だと思います。これも随分懐かしい曲なので、生まれてないと思います。でも聴いたことがあるかもしれない。よかったら踊ってください。はい、またどこかで会いましょうね。